ふざけた犯行動機。1994年より開始された推理漫画で、もはや日本では知らない人はいないであろう名探偵コナン。主人公コナンが向かう先には様々な殺人事件が起きますが、犯人の犯行動機はあまりにも悲しく、同情してしまうものから本当にしょうもないものまで様々です。中には、え、ちょっと待って、犯行動機ふざけすぎやろと唖然としてしまうこともしばしば。というわけで本日はそんな頭のネジが外れた犯人たちの最もふざけている犯行動機ランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは完全に私の主観で順位付けした結果となりますが、ご了承ください。それではスタート。第7位、義経になりたかったから。まずはじめにランクインしたのは、劇場版迷宮の十字路より源義経マニアである西条大河のありえない犯行動機。源氏蛍という仏像窃盗集団の一人だった西条は大の義経ファンで、将来は自分が義経の名を継ぐことを夢見ていた。しかし義経の名は源氏蛍の棟梁が継ぐことになり、西条には弁慶の名が与えられた。よりによって義経の最大の宿敵である弁慶の名を与えられ、苦痛だった西条は棟梁が倒れたことをきっかけに、義経の名と宝を独り占めしようと他のメンバーを次々と殺害。しかしそんな悪事を働く西条もコナンたちによって追い詰められる。犯行の動機を聞かれた際には、俺はもともと弁慶よりも義経が好きやった、義経になりたかったんやと叫んでしまう。なぜ動機を聞いたのに義経大好き宣言をしてしまったのか全く回答になっていない。これには映画館に足を運んだ観客たちもポカーンとしてしまったに違いない。話を簡単にまとめると、与えられた弁慶の名前が嫌だったからメンバーを殺害して、奪った金で義経流道場を再建して完璧な義経になるんだというもの。いやいや知るかよそんなこと、とツッコミを入れたくなる自己中心的すぎる犯行動機で堂々のランクイン。第6位、社員を死ねと誤読し自殺。続いてランクインしたのは、166から168話にかけて放送された鳥取雲屋敷の会より、社員を死ねと読み間違えて自殺をしたというコナン屈指の珍事件。話の概要は、ある日大切な彼女が自殺をしてしまい、その原因は家族にあると考えた男は一家を次々と殺害。しかし彼女が自殺をしてしまった理由は、彼が彼女に送ったメッセージである社員を死ねと読み間違えたからである。社員という言葉には輝かしい人、愛しい人、強いては結婚したい人などの意味が込められていたらしいが、それを全然違う意味として捉えてしまったのだ。ネット上では、ラブとかでよかったやん、何やねん社員って、死ねって言われて本当に自殺するのもメンヘラすぎるなどのコメントが多く見られた。とにかく女はメンヘラすぎて男を早とちりすぎる。アンジャッシュもびっくりなすれ違いコント事件であり、見事にランクイン。第5位、元彼の髪型が気に入らなかったから。続いてランクインしたのは、アニメ505話506話、弁護士木崎恵里の証言に登場する犯行動機。美容師の波坂美奈代は元彼の担当美容師をしていたが、元彼の髪型を今の彼女の好みにカットするのが耐えられなくなり元彼を殺害。ここまでの話を聞くと、ただの未練たらたらのヒステリオナにしか見えないが、被害者男性も相当のクズ野郎。当時の彼女である波坂美奈代と喧嘩中に他の女と婚約し、別れ話を切り出した挙句、ズーズーしくも髪を切ってくれと頼んでいたのだ。犯人の波坂視点で考えると、他の女に寝取られた挙句、その寝取った女の好みの髪型に髪を切らされているのはさすがに屈辱的すぎる。加害者と被害者のどっちが悪いのか、人によって意見が分かれるかもしれないが、犯行の動機は髪型が気に入らないからと非常にしょうもなさすぎる。見事にランクイン。第4位、茶髪の女を見ると腹が立つから。続いてランクインしたのは、アニメ第153、154話、園子の危ない夏物語に登場する犯人の犯行動機。海水浴場にやってきたコナンたち一行はとある話を耳にする。その付近では茶髪の女性をターゲットにした殺人事件が多発していたのだ。男運がないことで有名な蘭の親友である園子は、ある一人の男性からナンパをされ有頂天になるも、その後自分の荷物を漁られるわ、襲われるわ、崖から車ごと落とされかけるわと散々な目に遭う。なんと園子のことを殺そうとしていたのは海でナンパをしてきた男。犯行の動機は茶髪だったから、はぁと疑問に思う人もいるかもしれないが、その動機は茶髪の女性が気に入らないからというもの。茶髪が気に入らない理由は、過去に元カノにひどい振られ方をしてトラウマになり、その元カノの髪色が茶色だったかららしい。自分を捨てた元カノを血祭りにあげたのはもちろんのこと、それでも心は晴れず元カノを思い出させるような茶髪の女性を次々と襲ったとのこと。これはマジでしょうもなさすぎるし自己中すぎる。というか茶髪だからだという理由で被害に遭った女性たちが本当に理不尽すぎる。クズすぎる男の犯行動機が見事にランクイン。
第3位、将棋ゲームに待った機能をつけようとしたから。アニメ第307話308話の残された声なき証言で登場する犯人の犯行動機。相馬龍介は板倉卓と名人を倒せるような将棋ソフトを作るという夢を語り合っており、その夢を叶えるために20年かけて名勝負データを集めて多額の資金を板倉に投資した相馬であったが、板倉はそんな相馬に待ったは何回がいいと思うと問いかける。将棋ガチ勢にとって待った機能なんて言語道断。ましてや名人を倒すことを目的に開発を考えた際にはそんな質問は出てくるはずがない。相馬はこの言葉を聞いた時に、板倉はもうあの頃の夢を持っていないと悟り、殺害を試みる。資金集めのために多額の借金をし、20年間夢を追いかけた相馬の心の傷は想像を絶するもので、板倉を許せなかった気持ちもわからなくはないが、シンプルに犯行の動機だけ見ると将棋ゲームに待った機能をつけようとしたからであり、非常にくだらなさすぎる。堂々のランクイン。第2位、建物が左右対称じゃなかったから。続いてランクインしたのは1997年4月に公開されたコナンの劇場版作品である時計仕掛けの摩天楼に登場した左右対称マンの犯行動機。建物を次々と爆破し、多くの人々を恐怖に陥れた凶悪犯だが、その犯行動機は自分の作った建物が左右対称じゃなかったからというもの。要するに気に入らないから爆破テロに臨んだということだ。ここまで来ると意味がわからないし、完全に擁護のしようもありませんね。若い頃に誓約書を左右対称に作れなかった自分の建築物を爆破して消し去りたいとずっと考えてきたらしい。まだ過去のとある事件をきっかけに工藤新一に恨みがあり、挑戦状を突きつけるも惨敗。映画のラストではランのナイス判断によって爆破は食い止められる。犯行動機に同情する余地が1ミリもないコナン氏に名を残すレベルのお騒がせ最高野郎であり、堂々のランクイン。第1位、ハンガーを当てられたから。最後にランクインしたのはアニメ135話、消えた凶器捜索事件より。コナン界では超有名なハンガー事件。美容室の店長後藤みどりは店を辞めると言い出した三井美香を殺害。そんな彼女の犯行動機はハンガーを投げつけられたからというもの。え、ハンガーってこいつマジかと思う方が多いと思います。でも待って、わかります。それまでにいろいろたまりにたまってハンガーがぶつかったのはただのきっかけに過ぎないということでしょう。しかしあまりにも強調でハンガーというワードを強調しすぎて、残念ながらハンガーをぶつけられてブチギレた人にしか見えない犯人の同情を誘うおなじみの BGM を全く頭に入ってこず、その場に居合わせためぐれ警部にはそんなくだらん理由で一人の命を奪ったんですかと説教されてしまう始末。そして何も言えなくなる犯人。ネット上には正論すぎて草意義なしというコメントで溢れ返っており、見事第1位にランクイン。いかがでしたでしょうか。コナンは長年にわたって出版放送されてきただけに、いろいろな犯人が出てきて本当に面白いですよね。この犯人の動機はマジで意味がわからんという話をご存知の方はぜひコメント欄で教えてください。今回の動画は普段とは少し違う系統のランキングとなりましたが、面白そうなネタを見つけたらどんどん動画にしていこうと思います。またこんなランキングを作ってほしいというアンケートも募集していますので、本動画のコメント欄にどしどしリクエストお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。